あなたは若いから助けてあげましょう。でもこのことを誰かに話すと、あなたの命も奪います。Thank you.
大阪富士さんもな、昔うちの会社で働いとったんじゃ。知っとる。じゃが経営方針で親父と揉めてのう。なんか、いや、おじさんも器用に生きれとったらの。こんにちは。大丈夫ですか？渡し船まで。ああ。船着き場ならすぐそこですわ。わしもこれから行くけ、案内しましょう。お願いします。母さん、ただいま。おかえり。あ、帰りにおったじゃん。ゆきです。もう暗いけん、止めてやろう思ってな。ああ、そうね。まあ、寒かったじゃろう。休んできんさい。さあ、当たりにさい。Thank you.
ひどい汗じゃ。変な病気じゃないんかね。ばあばに見てもらった方がええかの。あ、ちょっと呼んでくるわ。心配ないわ。熱はなさそうじゃ。しばらく肉を食べさせん方がええわ。魚がええ。新しい歴史を我々は担っています。恵まれたことに我が土地一帯は安定したエネルギーの供給と消費のすべてを効率的にコントロールしてきました。これは世界でも稀に見る誇るべきことであり、これからも安心安全な世界を率先していくべきでしょう。春の匂いも近づいてまいりました。桜の花を咲かせるつもりで今日も一日頑張りましょう。はい。ゆきさん、どうした？これをハルさんが。ああ、忘れとったが気づかんかった。ようここが分かったな。なんとなくそんな匂いが。はい。怒っとるな。山の神は女じゃ言うけの、ゆきさんを見て焼いとるんじゃ。まさか。笑ったとこ初めて見たわ。そうですか。ゆきさん、ゆきさんさえよければ
もう少しここにおらんか。お前はこの村の人間じゃないの。どっから来たんじゃ。銀南。は？銀南の匂い。鼻がいいんじゃの。これはうちで作った銀杏の酒じゃ。やるわ。ゆきさん、ちょっと来てくれるかね。はい。私もいろいろと考えたんじゃかの。まあやっぱり里子さんしかおらん。お、里子さん来てたんですか。はい。また父に誘われたんですね。今度からはお断りして大丈夫です。あ、いえ、えんた。まあ座りなさい。あ、そういえば今日例の女を見ましたよ。例の女？美濃吉のところのです。工場で噂になってるでしょ。とてもお綺麗なお方だそうで。確かにあれはこの辺の女じゃありませんね。ちょっとここが足りんようです。ただ鼻だけは犬のようによく聞きますね。いや本当ですよ。里子さんも知っとるでしょうが、そこに胃腸の木があるでしょ。源太、今日里子さんにうちに来てもらったのにあの訳があるんじゃ。この間里子さんもようやく成人の儀式を迎えたんじゃ。でこれはまあ川島さんと前々から話しとったことなんじゃかの。新郎尾形の美濃吉と新婦ゆき今しを前にして嫁ぎの矢技取り行わんと。
健太さん結婚式無事済んだらしいで。おお、それは社長も嬉しかろう。二の吉、あの新しく引っ越してきた女と結婚したんと。うん、女の子身ごもっとるらしいわ。じゃけ二の吉がここで働くようになったんかい。そうよ、二の吉もあっていつまでも山仕事しとくわけいかんしの。そんな格好じゃ寒いじゃろ。また一段と寒くなるらしいで。ほんまか、そりゃきついの。やろう、わしら先行っとくで。いつものとこじゃ。あ、わかった。わしも今終わったとこじゃけ。やろう。美濃吉もたまには顔出さんか。たまにはこういうのにも顔出さんと。会社いうな付き合いじゃけの。すいません。無理することはないんじゃけど。じゃあまた今度じゃな。バーバがいらっしゃいました。バーバ、どうしたん。美濃吉さんと私のことです。
母さん大丈夫か？ばあば呼ぶか？心配せんで、いつもの発作じゃ。薬飲んだけ、時期収まるじゃろ。あんま無理せんでの。美濃吉。ん？今日な、うん、扉閉めとったのに、玄関にタヌキがおった。なんじゃ、気味悪いの。人間の知っとることなんて世の中のごく一部じゃって、あんたの父さんが言いよったぜ。なんじゃいきなり。まあ父さんもようわからんまま死んだけど。もさくさんだってそうじゃ。もう寝ようや。美濃吉。なんじゃ。ユキさんとはいつでも別れてええけんね。何を言うんじゃ急に。お前は責任感が強いけ。でも夫婦なんて所詮は他人同士なんよ。ええ加減にせんと怒るよ。まだ起きとったんか。明日も早いんじゃ。早寝んさい。井之吉さん。大丈夫じゃ。お前は何も心配せんで。違うんです。何が違うんじゃ。無事だよ。井之吉さん。
何の夢見てるんでしょうね、この子。なんじゃろうな。お母さん、お粥をお持ちしました。少しでもいいのでお食べになって。ゆきさん、あんたは若いね。私も昔は冷たい雪の上でも裸足で飛び回ったもんじゃが、あんたの年の頃にはもうダメじゃったわ。お母さんも早く病気を治して梅と遊んでもらわないと。そんなこと言われるとなんだかあんたが輝いて見えてきたわ。お持ちしましょうか。いや、ちょっと横に。ゆきさん、一つお願いが。じーっと体が熱いけ、そのうちわで仰いでくれんかの。美濃吉が子供の頃はようこうやって仰いでやったんじゃ。美濃吉は今頃工場かの。そうですね。
人と共存する、人の生活に連動する、そういう技術が必要です。こちらは試作品なんですが、このようにさまざまな光り方が可能になりました。人の気配を察知し自動で光ります。つまり図鑑読んどるん？うん。雪の結晶ってね、一つとして同じものがないんよ。ほら、全部違うじゃろ。氷のかけらが少しずつ六角形の結晶へと花開くんじゃって。ほんま花みたいじゃね。僕はなんか人間みたいって思ったんじゃけどね。でもすぐ溶けてなくなるって儚いね。どうしたん？ちょっと外出ようや。え？こっから出ればバレんじゃろ。小屋があるけ頑張ろうや。そしたら今日もゆっくり休めるけ。
もっと見たかったね。ん？決勝。ああ。静かじゃねえ。うん。静かじゃ。目閉じてみ。聞こえるで。何が？もっと近くで聞いてもええ。ええよ。お父さんな、宇宙の音は何も考えずにただ聞けばいいって言いよった。優しい音じゃ。眠ったらいけんよ。いや、ちょっとだけじゃ。ちょっとだけ。この後病院に行かんといけんし。じゃあちょっとだけじゃけんね。なんでよりによって、もう作が
かわいそうに皮膚が壊死しとる。痛かったろうのう。おばちゃん、ありがとうございました。おかしいってみきおのじいちゃんも言っとったらしいよ。ああ聞いた。うちのお母さんが昔の事件みたいじゃって言いよったよ。え、なそれ昔の事件ってなんなん。なんか昔みきおのおじいちゃんの弟が同じ山で死んどったらしい。そん時に一緒におったんが梅のお父さんなんだって。うわめっちゃ怖い。状況が全く同じ。気味悪いの。そうじゃの、あの山に何かあるんかいの。いや、案外あっちかもしれんで。とにかくあの山にも美濃吉にもしばらく近づかんこっちゃ。何やっとんじゃ。もう一月も経つのにまだわからんのか。早せ。おい、持ってきたか。はい。読めばわかりますが、三木雄の死因は先天的な体質によるものです。猛者浩司様とは違います。お父さんは何がしたいんですか。いらぬ詮索で三木雄の死を汚しとうないんです。お前は何も分かっとらん。三木雄は殺されたんじゃ。証拠はあるんですか。里子も動揺しております。うちのことも考えてください。さっきあそこで狐の家族が通っての。狐なんて見るの久しぶりじゃったわ。確かに最近見とらんの。あんたのお父さんが死んだ時
あんたまだ小さかったの。いろんな種類の薬を調合して渡したんじゃけど、どうすることもできんかったわ。あん時あんたの母さんの家族でも一緒に死ぬんは難しいみたいじゃって言いよったわ。されました。お前美濃吉と仲良かったの？あ、はい。尾形家のことなんじゃの？ただいま帰りました。もう遅かったの。すいません。今日は鍋じゃ。今日もでしょ。ん？もうお父さんに任せるといつも鍋。なんじゃ、お父さんの鍋嫌いか？嫌いじゃないけど、なんか味が大雑把じゃん。梅は厳しいの。変わります。ああ、大丈夫じゃ。お前、こんな遅いまでどこ行きよった？あ、散歩でしょ。ね、ほら、いつものとこ。そう。ああ、まあ、無事に帰ってくりゃそれでええんじゃけど、あんまり遅いんで心配になった。ちょっとおかしいけ。ただいま。ゆき。ゆき。ちょっと入ってもらえか。あ、どうぞ。お前一人か？はい。出てきた遺体にはの、模索や三木夫と同じような塗
交渉の跡があったんじゃ。おかしいと思わんか。三人は間違いなく殺されたんじゃ。それも同一犯じゃ。物騒なこと言わんでください。全部お前のせいじゃ。いや、正確に言えばお前ん血じゃ。お前ん血の血が汚れとるけみんな殺されたんじゃ。お前がよそ者と交わったけじゃ。美濃吉、ユキはどっから来たんじゃ。ただいま帰りました。どうしたんですか。そうじゃの。こんなこと今までなかったのに。まあもうちょっと待とうや。大丈夫じゃろ。ユキ、矢野って覚えとるか。矢野さん。うん、わしのところの工場の。ええ。その矢野がな、昨日遺体で見つかったんじゃ。それは分からん。ただ遺体が見つかったんは普通じゃ立ち入らんような山奥っちゅう話じゃ。あいつのことじゃ自殺しに行ったとは思えんし、どっかで足を滑らせたんかもしれん。
矢野さんのご家族もこうやって帰りを待ってたんでしょうね。梅、梅、出かけるわよ。支度して。どうしたん急に。ばあばのところに行かなきゃ。ばあば。梅はずいぶん大きくなったな。ますます母親に似てきおった。ほうじゃの。母親の雪は全然変わらん。まるで初めて会った頃のまんまじゃ。覚えとるわ。あん時あの子は高熱に侵されてのう。ばあば。うん。ばあばに言えんかったことがある。わしは卑怯な人間なんじゃ。わしは長い間ずっと あのことから目を背けとった。ええじゃないか。そういう運命だったんじゃ。怖くなったんか、あの子が。あの子が普通の人間と違うことぐらい
初めから分かっとったわ。お前もじゃろ、美乃吉。お盆をままに生きんさい。私はいつでもお前の味方じゃ。ちょっと二人を呼んでくれんかの。昨日あんたの夢を見てのう。こん時がいつ来るかっつうのはほんまわからんもんじゃのう。なんとなく近いんじゃないか近いんじゃないか思うとったんじゃけどのう。お父さん。父さん。母さんとここにおりんさい。イノシシの親子がおった。殺した？いや、まだボタン鍋の季節じゃないけど。
昔の母さんが老いるともう簡単に体が冷えてしまう言うてな。わしは雪ん中を転げ回りながら、大人は面倒くさがり屋じゃのうなんて思いよったんじゃけど、不思議なもんで、わしももう簡単に体が冷えるようになってしもうた。お母さん、亡くなる前に同じことをおっしゃってたわ。会社辞めてもう一回山の仕事に戻ろう思うんじゃ。そう。反対せんのか。あなたがそうしたいなら。いつも不思議じゃった。お前はいつも受け入れてくれるの。夫婦なんて所詮他人同士じゃって、これも母さんがいいよってな。聞いた時はなんか腹が立ったもんじゃけど、なんとなくその言葉の意味がわかるような気がしての。お前のことを全部知ろうとするのは意味のないことなんかもしれん。目に見えないもので結ばれて、夫婦って不思議なものですね。あなたを知ろうとすることで私は自分を知っていったのかもしれません。昔な、雪にそっくりな女に会うたんじゃ。あんなに美しい女見たんは雪以外に一人だけじゃ。あれは雪女じゃった。その雪女は人の命を奪った。それはわしの大事な人じゃった。でもな、雪、私はあの時お前に会えて幸せじゃったよ。
人に話したら殺すという約束でしたが、今の私にはそれはできません。動物は冬眠中にね、夢を見るんだって。夢？うん。子育ての夢。誰に聞いたの？